さあ、森来ましたね。いや、ここの敵はくせ者多いんだよな。とりあえずうまいことハンマーのチビと潜りを使いながら進んでいきましょう。敵がどんな感じかが、いや、来た、いるね。はい、お、下手くそ木の実から降ってくんじゃない。いや、結構いんな。なんだっけお前の名前、お、クリマロか、クリマロ、せーの、ピキスイの、あ、うかた、あ、化けの皮が剥がれた。わかりやすく化けの皮が剥がれた。クリマロの中身お前だったのか。そういや、じゃあくそ。こういう感じね、オッケー。クリマロの中身がバレてんじゃねえかよ。もちろんこのまま倒すことも可能。あ、チョパブロス来ましたよ、最強技。これが連打技ですね。マリオがハンマーを首にチョッパーブロスっていうのは A を連打することによってダメージが出せます。行きましょう、せっかくだから撃っちゃおうぜ、チョッパーブロス。あのね、世界一使ったブラザーアクションです。行きます、はいはいはい、せーの、おら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 。あ、え、レアモンド、レアだ、あいつゴールド豆棒じゃん、めっちゃ珍しいじゃん。なかなか見れねえぞゴールド豆棒、きらめくパンジーさんみたいな感じのやつ出た。レアモンです。これはだからさっきの、ああ、もう出たね。ここでは潜りができないんで、この小さなホラー穴に、あ、まあそうやな。ちょっともう今会ってごめん、ちょっとあっていうのが早いんだよ。もう刺しちゃったじゃん、もうあれじゃん、確かこれセーブあるんで、おあつらえ向きにセーブがあるんでね、はい、しちゃいましょうか。あって言っちゃったじゃん。なんでここのハンマーでして、まずはマリオを小さい状態で向こうに行かせます。こうすると、そこが開くので、これを生かしながら進んでいくね。よいしょ、こういう感じ。まあどん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 先に進んでいきましょう。とりあえずあれできるのか、あ、できないね。あ、できる、ははは、できる、ははは、金玉マリオ、これが割に合わねえなこれ。そうそう、これできて実は金作になってたんですけど、だから回復ブロックも多いじゃないですか、あの回復ブロックも多いんで金作になるなと思ってたんですけど、これはならないですね、ナフされたね。あ、これはバカラ愛のポエム、なるほど、まずこのまま行きます。うわ、炎だ、あこのまま行くのは無理なので、ということでこの潜りのもう一つの使い方ですね。樽などに向かって出るとこういう感じに樽ルイージが生まれます。ちなみに乗ることも可能です。なんでここの上からハンマーとかでさらに高い壁を叩くっていうのも可能ですね。で、これ何をするのかっていうと、こういうことです。来い金。いや、そうはならんけどね。なんで樽が炎を受け止めてんだって話なんですけど、よし、方があるんですね。いや、いるねー、兵法みたいなのが、民族兵法。お前名前なんだっけこいつの名前、なあ、邪魔なのいる、やばいのいるな、ヤブーいんな、ウーラだ、ウーラだか、お前の名前ちょっとヤブーから倒さんとあかん。ヤブーはね、めんどくさいんです、いろいろと。チョッパーブロスいきましょう、一番使ったんだ、せーの、はい、えい、超サード、あらら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 ら、56。この連弾が強いんじゃマジで、来るよ、はい、あー突進か、なんかもう一つあったよね、くる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 、はい、はい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 、これで踏みつけても大丈夫なんかな、いや槍持ってるから無理か、ハマのが安定でしょ。1、2、3、ゼロ、オッケー、クリティカルヒット、いくよ、せーの、
よいしょー、クリティカルヒット65レッドペッパー。ちなみにルイージが出たね、あのチョッパーブロスとは逆にノックバックブロスってのもあります。あんまこれは使わなかったかな。オッケー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 、なんとかなる。 BBA いきます。 BB はい、よいしょ。気分はホームラン。よい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 よ、呼んじゃダメ。なんで仲間呼んでんだ。なんか素直に仲間呼ばれてるんだけど、なんで素直にお前仲間呼んでんの。チョッパーブロスもっと多分ね、多分チョッパーブロスもっとね奥までいけるよね。いくよチョッパーブロス。いやオッケーになっちゃうんだよな。あーすごい、ガガ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 ガン、クリティカルクリティカル、すげえ。あの音気持ちよすぎん。ああー逃げた、くそ。この状態で樽乗りしてハンマーですね。さっき言ったのはこれのことです。こういうことをするとね、まあ、今後いろいろと使えてくるんですけど、ちなみにこれ敵に当たると爆散するんで、だから先に敵を処理しなきゃいけないんですよね、こういう時は。まあ、今は敵も処理した後なんですけど。さて、おー、我はシャルゲラの木、この森を守りし主、この先は母なるママザーゲラッパの木、この先は3色のゲラッパを探し出した者のみ、白ゲラッパの実、赤ゲラッパの実、ロゼゲラッパの実、三色のゲラッパの実を育てここに戻ってくる。我ここ通す。まあ三つ集めてこいということですね。確かね、一つはめちゃくちゃめんどくさかった覚えあるんだけどな。他は多分そんな苦労しないんだよ。確か。あれ？何踏んだ今。ああ、でヤブーは倒さんとあかんのや。やぶ超めんどくさいんや。はい、2人はどんなに離れて Y ボタンでつながっている。そうだね、 Y ボタンでね交代できるんで、まずはチビにして中に行く。ここのハンマーを叩きます。そうすると向こう側組んで Y ボタンでルイージに切り替えて、こういうわけですね。これで交互に進んでいくことができます。まあ、今後結構これはよく使えますんで、チビじゃなくてもよく使う話なんで、これはかなり有効活用していきましょう。さあ今度はここは潜れる屋台になるんで、マリオをここに戻します。今度はルイージがこっちに行く番ですね。で、よいしょ。で、ここでハンマー。ハンマーして、Y ボタン。あ、やばい。そんな突然言われても突然言うなよな。突然始まるタイムアタック。急げ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 。突然始まったタイムアタックになっちまった。よし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 。あ、びっくりした。突然、タイムアタック始まったから何事かと思った。そういや、あったわ。タイムアタック。なに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 、あたし、ジャギラの木の孫の木。はい。あの、デケーキの孫の木か。あなたたち誰？ここ、あたしの部屋。レディの床に入ってくの失礼よ。でも、せっかくだからいいこと教えてあげる。あ、時々地面にこんな山が、うん。それさっき俺動画で言ったと思うよ。これはこの地面の下、豆隠されてる印。赤い彼のハンマー使って緑から地面に潜る。印のとこからぴょんと飛び出すと豆出てくる。ここには全部5個豆隠されてる。あ、なるほどね。もうやったけどね。散々やったけど。散々僕さっき言いましたけど。まあいいですよ。やりましょう。はい、すいませんね、わざわざレディの部屋入って。
豆ごく集まった、大変よくできました。地面に見つけたら潜ってピョン忘れずに。ただのいいやつなんだよな、こうしてみるとな。おやすみ。ルイジなんで埋まってんの。じゃあ行こう。回復ブロックしかもあるし。回復ブロック置いてあるしな。ありますね。これ何ですかって思いますよね。あ、え、もうやっちゃうの。あ、声出るようになったんだ。あれ、あれなんだろう。入っちゃいましたね。チビマリオに行かせますか。あいつか。何か恐ろしいものを見てしまいました。あー、怒ってますね。怒ってるわ。そう、まあ、あの図体見て分かった方いるでしょ。ふんづけりゃそれは花ちゃんも怒りますよ。行こう、ハンちゃん。花ちゃんここで出てくる。めっちゃ怒ってんじゃねえかよ。な、どうすんだっけこれ。なんかね、成功法は確か花ちゃんを元に戻すんです。花ちゃんの確かね、これだと思う。確かこうだ。ダメージ判定が入らない。それだってるわ。ダメージ判定が入らないんで、ただここに攻撃すると、やってみましょうか。はい、ここに攻撃するとゼロなんですよね。効かないですよ。そうすると怒っちゃうんで。うわっ、危ねっ。はい、1、OK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 。 つまりこの状態ではダメージが通らないんで、マメラ女王によく通ったな。じゃなんでマメラ女王じゃ通ったんだ。なんで色を全て変えましょう。花ちゃんをおとなしくさせるには、踏んづけて色を全部黄色に変えます。来るよ。はい、ここから出てしまうのは仕方ない。で、ここで1にして、花ちゃんの足の色を全部変えてしまえば、花ちゃんの力をなくします。よし、こうなるとだいぶ弱くなるんでね。この状態ならダメージが通ります。いきましょう、チョッパーブロス。一番使ったブラザーアタック、これだ。いくぜ、せーの、連打。でもだいぶ弱くなったな、昔に比べて。あ、もう早いね、チョッパーブロス。チョッパーブロスでもね、多分普通にやった方が強いと思う。早いね。一撃当てたらもう怒っちゃうからね。おう、一撃の当たりが大事。同じように色変えましょう。同じように色変えるだけ。はい、よいしょ。そんなに難しい相手じゃないから。チョッパーブロス、空中のモンスターね、効きません。マスターで突き上げ。あー、合ってる。これあれだ、本家と一緒だわ。 ABAB 交互だ。 ABAB 交互のやつだ。俺あんま使ったことないや、これが強すぎたもん。正直チョッパーブルスが強すぎたんですよこれ。でもなんかだいぶ弱くなったね、 GBA に比べて。ナーフされたな、さすがに。まあ今はとりあえずそんなことをしてる暇ではないので、まず色変えちゃいましょうか。なんでもいいんで色変えます。攻略層さえ分かってれば2ターンでまたしょげるんで、またこうなっちゃうんで、この時にチョッパーブロスいける気はせえへんけどな。やってみる。まあせっかく出たんだし、 ABAB 高校 B。 いやこれ難しいぞ、確か結構難しかった覚えんな。 AB A 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 B。 こういうやつですね。あ、終わっちゃった。意外と初見でもできるってあたりがやり込んだ証ってやつですかね。泣いてる。花ちゃん悪いやつじゃないんだけどね。花ちゃん何も悪いことはしてないんだけどね。